<laughs> えー、おはようございます。ヤンごや肩こと9ウェルでございます、えー。今朝の7時ですね、えー、今日の現場はすごくですね。ま横浜なんですけど、あのとってもあの地主さんが多いのかな？すごく落ち着いた場所で。静かです。<laughs> えっと、えっと前コメントにもねいただいたんですけど、あのサイト人さんというね。本当に素晴らしい方いますので、あのそちらの方の話をぜひ。あのー。 これを聞聞いいてててる人もね聞いてもねらって、えー、とひとりさんの話も聞きながら僕のこのひとりごとも聞いてもらえたらなと思います、えーとまあ、せっかくちょっと時間があるので一つひとりごとをやりたいなと思うんですけどあのそうですねあのこれはまだ僕もねもう何年もやってるけどやっぱりまだ完全にはできてないことなんですけどあの 「朝のお祈り」「ってていう言葉がありりままししねねその話をします、ね、あの朝のお祈り、えー、自分を愛して他人を愛します」「優しさと笑顔を絶やさず」「人の悪口は消していません」「長所を褒めるように努めます」ってこれ朝にねあの車の中で言うと言ったりしてるんですよね。これもひとりさんの話であったことなんですけど <laughs> それで。 この話であの本当にそうだよなって思うのはあのまず第一に自自分分ををを愛愛愛しししててなんですすよ自分を愛して他人を愛しますだからあの世の中の常識で教えてること自分よりも他人を大事にしなさいとかって自分のことはいいから他人個人よりも会社みたいなことってすごくあの世の中の常識に。 はびこってるっててる言い方は良くないけどまあ、常識になってるんですけどあのまず自分を満たす自分を幸せにする自分を愛する自分の心を豊かにするっていうことをしてやっと初めてそれが周りの人に伝わったり周りの人にも何かができるっていうのがやっぱりなんていうのかなこの 本当の真実ななんじゃないかなって思うんですよねあのー、コップにコップがテーブルに例えばコップがあってそこにこう自分の自分に対する愛情とか自分の幸せみたいな水を注ぐとしてそのコップにこの水をずっと注いでるとコップから水があふれ出しますよね。そのあふれ出した水っていうのが、えー 他人に伝えられたり、えー、人にできるえっ、ー、と愛の表現だったりとかっていうものになるんじゃないかなと思います。今日もいい朝ですね。みんなもぜひ自分を愛して、えー、自分を幸せにして、えー、楽しい一日を過ごしてください。ヤングおやかでした。